私でも第一印象で分かるんです、大体この人と恋に落ちるかどうかっていうのが。でも正解、もともと勘でしか恋してないので。そうですよね、はい、見た瞬間に分かります、この人と好きになる、この人いいって。そう、はい、で今のところあんまり勘が当たってないっていうか、まあ、はい、付き合ってはいるけれども、まあ結果不幸な結果を迎えているっていう。いや、ただ別れただけですから。まあそうですね。でも田中さん的には、でも本当今ですよ。今？今です。新たに出会う人？初めましてです。初めまして、はい、で見た瞬間に分かります。だから会えば、会いに行けばいいんですよ、ピンと。あ、この人だって。遠目にいないですか、なんかあの人気になるのみたいな。今のところ一切ない。一切ない。あれ、あの人なんだろうみたいな。いや、ない。ないですか、うん、これからかもしれないです。でもだってもう大体メンバー変わんないですもん。もう6月にドラマ入ったから 7、8 6、7、8ってことですか、はい、9は9はちょっと違うので。違う。確率的、そうするともう年末になっちゃうので、そうすると10、この誕生日の近くの11月まで。待って、年末ってなったらもう私今年のうちにじゃないじゃないですか。いや、その結婚入籍すぐじゃなくて、もう、あ、この人と結婚しようって決めるのが年内の話ありますから。でもそもそも結婚する気がなかったら、結婚も動かないんですよ。言っときますけど。LINE でいろいろ見てますけど。いや、そうなんですよ。だから今こうやって聞いてると、何、この人すごい結婚必死なのかなと思うかもしれないけれども、実際のところ、その星さんから来年あたり結婚するって言われた時に、はい、うわ、自由が奪われると思って。そんな人占い当たんないですよ、もう。あ、やっぱそうなんですね。あと自分がそれでいいなと思える人、うん、まあ、結婚が多分見えてると、結婚していきたいと思ってたら、やっぱ運もそっちに流れてきますから。じゃあもう結婚ちょっとどうでもいいので、はい、仕事？仕事は伸びてきます。もっと。もっと？はい。だこれが難しいの。田中さん、仕事運が良くなってくると結婚とか恋愛に関しては伸びないタイプなので。まとめて取るほど器用じゃないです。確かに。前の人と別れてからすごい飛躍したもんね。うん。それは仕事に集中できましたもんね。はい。そういうタイプなんで、ある種不器用なんですよ。一個一個、まあ、できる、その頭脳とか、そのシャーペルド星は持ってます。表現は、もちろん入ってるんですけど、こと恋と仕事って、両天秤かけられなくなるんで。そうなったら、もし万が一、じゃあ結婚したとして、はい、仕事と家庭は両立しにくいタイプっていうことですか？うん、両立しにくいから、仕事をやってたい人なので、はい、根はサボりにいなくせに仕事やってないんですよ。ああ、好きなことだけやりたいので、はい、それはやってていいよっていう人を捕まえれば大丈夫です。全部が全部やるわけじゃないので、絞っていけばいいの。って言われると、確かに経営者みたいな人って自分で時間決められるじゃないですか、ですね、ある程度偉くなると、はい、だからでもさ、やだな、なんか青年実業家と結婚とかって。いいじゃない、みんなそうですよ大体。でもかといってこんな急に若手芸人行かないでしょ。売れもしてない若手芸人と。そしたら、ね、田中みな実の株上がりますかね。すごいなーつって。いや、なんか、ね、そこと結婚するんだってな。そっちも期待しますか、ね、いや、私あんまりこう才能にかけられないタイプなので、ちゃんともう結果を出してる人の方が、だってもう、だって、アラフォーですもん。今年。いやいやいや、今年になったら。まだ若いですから。うん。今後が、まあまあ来年もあるんですけども、今年どうするか、誰に会うかが、はい、でも、6月末、7月、8月ぐらいに、うん、田中さんの結婚相手を紹介してくれる人に出会いやすいので、まあ、直のパターンと間接的なパターンもあるので、ええ、だから今そのドラマ班なのか、まあ、別の仕事の中で会った人、なんかまあ女の子も知りませんけど、なんか女の人が紹介してくれるパターンありますから。なるほどね、この辺りの人脈は大事にしてください。紹介の方がすごくいい男性をと結婚できる星持ってますから。あ、本当ですか。自分で探すと感覚、まあ、紹介してもらってピンとくれば一番いいので、うんうん、そうするとほぼ外れないです。そうですね、はい、いや、なんかでもちょっとすっきりしました。あの、結婚するよ、あの、授かり婚するかもしれないよ今年って言われていて、はい、そればっかりを考えちゃってたんですけど、私にとっての転換期、なんかこう頑張らなきゃいけない時っていうのは、別に結婚だけじゃなくて仕事っていうこともありますよっていう、うん、でそこの仕事との出会いでもしかしたら結婚につながるかもしれないし、ということですね、はい、34歳はすごく大事な1年なんですよ田中さんにとって、うんうん、ここで変わって、もその明るくなったからすごく安心しました。あ、ありがとうございます、うん、田中さんがはっちゃけてきたから。いや、あの、日によります。今日だけ何これ、俺たまたま来るんやったんや。そうなんです、ただ不安定なだけっていう可能性ありますからね、今日明るい日ですね。うん、はい、まあ、じゃあよかった、明るい日、明るい日に呼んでください。じゃあさっきもチョコ食べようとしてポロッと落としたの。
でもだから占いってやっぱ暗い時に行くじゃないですか、ちょっと聞いてくださいみたいな、まあまあうね、どう思いますかみたいな。そうですね。だから今日はすごくいい回になりました。